われわれにね、うん、ちょっと調べて、はい、ちょっと今度聞いてみますわ、はい、聞いてみますわっていうか聞けないんですけどね。まあでも僕は聞けそうな気がするんですよ。いや絶対無理ですよ。俺はもう、もし俺が聞いたらすごい嫌や、はこれすごい嫌やなー言ったら聞けるわけない。いやまあ聞けるわけないけど聞けたら太鼓で言うと、もうどんどんどこどこどんどこどこどこにならないんです。これ我々のこの鼓膜はまあまあそうですね、響きが終わりドンってならない。もう鼓膜ブルルンってブルルンって、まあしょうがないですね。年取ってるともう残念ながらこういうことや、こういうことに折り合いつけて生きていくってことなんですね。年取るってことは、まあ、そういうことですよ。もう嫌やわ、なんかちょっとへこんだわ、ド頭からだからそれ聞こえへんね。もうへこんだわね、すごい。もう好きと思う、もう好きと思ったのに。でも年を取ると聞きたくのないことがいっぱい聞こえてくるんだよね。まあいいだろ、例えば。だから例えば、例えばもういらんのかな。人のこの抽象とかね。そうですかね、若い時の方が好きでしょ。若い時の方が良さ。でももう聞きたくないことをやっぱり耳に聞こえが増えてきます。でももう好きと思うのはもう聞けない。深い話に興味が出そうやね。いや、これ深いですね。深いなと思うんですけどね。この間ね、うん、うちおじさん亡くなったんですよ。もう今もうね、もう年やからね、おじさんもまあ脳腫瘍やったんですよ。1年半ぐらいこれで本来は体がものすごい痛がらなきゃあかんのに、なっ痛くていいでしょうね。もう頭も痛いし、体もものすごいこう、なんちゅうの、不自由やし、痛がらなかったのに、全然痛がらない、で、ずーっと1年半痛なく生きてきたんですよ。おじさん亡くなってもうねんけど、これでもう医者が、こんなことはない、明けさせてくれ、明けさされへんな。最初は俺もうちの袋もまあそういうね、今後のどんどんその医学のためやったらって開けて、そのまあ言い方悪いけど研究材料、そうでもやっぱりね、開けられへんな。それはまあでそう思ってくると自分もよく元気で生きてるわけよ。いや違うな、亡くなってから当たり前やねん、もう殺せんいうことか、うちの研究材料開けても死ねへんがな。いやそうやけど、その研究材料のために開けへんよ、うちのおじさんもさすがに。ほんまかいんか、当たり前や、知ってからや。ああ俺はちょっと開けてすぐ閉めるから。違う違う、触って触って、なんでしょう、ね、前のパターンみたいな。そんなわけあるかいな、うちのおじさんはどうかそんな簡単なもんかい。何のだろう、脳天にベロベロって言って、違う違う、から見えようになってる。違う違う違う、そんなうちのおじさんのことバカになんまいそんなもんいけない。いてんのに開けるかいな、そのためだけに。あ、そうですか、それは本人嫌がるわ、そんなもん絶対に。それはすただ僕は大丈夫、僕は自分自身、僕のおじさんはっていう意味じゃなくて、僕は大丈夫、松本人志はやってくれ、やってくれ、もし子供がおって、だから僕全部サインするって言うてくれ、仮物ですかって言うけど、自分絶対サインせえへん。いやいやいや、ほんまにします。魂だけじゃないですか。まあ、魂もどうなんだ、まあ、うん、それちゃんとしてあのそこをもうかっこよく行くんだったら行く、はいはいはい、行けへんと行けへん、だからもう本当にリースですから体が、うん、基本、うん、だからこんなもんはみんなで自転車のサドルみたいなもんです、うん、だからもう使ったらいいんですよ、うん、で、うん、自転車のサドルっていうことが最初の場が新しい空気が終わっただけです。そうですね。で、佐藤からお世話になります。なります。自転車の佐藤。いやいや、君のこと分かってるけど、君のことそんなこれを増やしたらダメです。いやいや、君のことそんなに興味はないんですよ。いろんな、佐藤さんのいろんな新しいものを入れていってくれっていうのを反映して、自転車の佐藤っていうのを出しました。いやいや、いや全然。勝ちしすぎてもあれかなって。いや、チームとしても力も上がってないよ、何一つ。サドル君が入れたとしても、あ、そうですか、はい、あ、まあ、スイーツのまたなんか風合いを壊すのかな。いやいや、全然いいですよ。もっと意外性のやつを入れてほしいので、君がそこのチームに入るかっていうのを。なるほどなるほど。でも全然そういう人じゃないから、同じような、ちょっと違いましたね。壁の薄い子ばっかり入ってくるから、そんなことに挨拶させたって。でも僕は全部あげなくて、うん、なんでやねんな。いや、なんかね、あれやろか、そう
じゃないような気がするんですよ。医学のために誰使ってくださいとかいうのも何やろうか。これじゃあどこまでが自然なことで、どこまで自然なことじゃないんだ。僕は全然綺麗事で言ってるんじゃない、うん、人のためになりたいとか、うん、そんな綺麗事で死んでからは何にされてもええとか。そうでもね、なんか倫理観ってあるような感じする、死んだ人にも、うん、だからそのすぐ、まあもちろんね、その苦しんでる人はおるけど、すぐズバッと開けてグッと取ってなんかそれを使うのはもちろんその苦しんでる人にはいいんかもしれんけど、なんかね、なんかこうなんかそういうことが蔓延しすぎると、なんかまたこの日本人が持ってる倫理みたいなものもどうかな気がしてしょうがないんですよね。僕は非常に全然大丈夫で、そうですか、はい、じゃあちょっと俺がそれをあの、うん、だって跡形もなくなくなるわけじゃないですよね。ましてやあのあれじゃないですか、日本はあのね、あの焼いてしまうわけですから、うん、もう焼いてもたら一緒でしょ。焼き出したら一緒だけどね。そうでしょ。ただもうあなた一回やっとなりますよ、送り人みたいなこと。この間初めておじさんの時にやったんですよ。偉いねあれ、すごいで、もうその化粧をする人とか顔面ガンガン触ってるで、死んでもう骨格もこんなんなってる人をグリグリ押さない、手ももうコッ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 ってやって合わして、指なんかカチカチやねん、もうそれをこう合わして術持たして、でも鼻毛の掃除から眉毛髪の毛全部きれいにして、はあ、もうそれね、あ、この人たちの仕事すごいなと思ったわ。やっぱ俺死んだ人容赦あらんもん、申し訳ないけど。すごいね、俺の話聞いたけど、やっぱ女の人にも、うん、ほんまにやっぱり正義の声とかも聞けないらしい。ああそうなんや、そこは俺はちょっと似てないわ。いや、そうなんやろ、怖いとか言われてるんですよ。でも別に怖くはないですけど、何が怖いんだ自分。怖いやろとか、いや、怖いって言っちゃうんで、怖いってことが分かれへん、何が怖いねんだ。いや、なんかこうみんな見てる前でね、怖いこと、怖いなっていう。いや、まあそうです、俯瞰で見ると怖いですよ。そうでしょ。死んだ人をずっとみんなで見ながらこうやってことしてるんですよ。そうそう、ほいでね、魂ない言ってるけど、ほんまかって言ってるのあるんですよ。あそこにはね、うん、じゃあその魂とかいろんなこと言うていくけど。